はいどうもー、ヘビフロッグと申します。うわ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 、小さな虫が大量にうごめいていますね。実はこの虫、皆さん知っての通り木造住宅の害虫、シロアリです。このシロアリといえば、木材を栄養源にして建築物に被害を及ぼす恐ろしい害虫ですよね。ですがこのシロアリ、体が小さく栄養価が高いので小さな虫やカエルの餌として扱われているんですよね。そういうわけで、このシロアリを餌にするために山から取ってきました。このシロアリを与える生物がこちらです。カマキリです。お、見てる見てる。というわけで早速与えていきましょう。それでは早速与えていきます。さあ、食べるでしょうか。お、カマキリはシロアリを見つめていますね。今はまだ食べる様子はありません。さあ、カマキリはシロアリを食べるでしょうか。カマキリはシロアリの存在に気づいていませんね。それではこのピンセットを使って与えましょう。ほら、お、食べてますね。かなり小さいですが、味は悪くなかったのか、すんなり食べてくれました。ほら、おお、どんどんシロアリがカマキリの口の中に吸い込まれています。面白いですね。ほら、かなり小さく体が柔らかいのですぐに飲み込めます。ほら、あっという間ですね。おお、吸い込まれてる吸い込まれてる。次々とシロアリを吸い込んでいます。こういう感じでちまちまとシロアリを与えるのも楽しいですね。また栄養価も高いと言われているので悪くない餌ですね。美味しそうに食べますね。ほら、かなり気に入っているようで食べるのをやめません。どんどん吸い込まれていきます。ほら、一口サイズなので食べるのは一瞬ですね。というわけで今回はカマキリにピンセットでシロアリを与える動画でした。口元に持っていくと食べてくれるので面白いですね。ですが何度も与えなければいけないので、これだけ成長したカマキリにはもう少し大きな餌の方が効率がいいですね。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。